久保さん、今回どうしようかな意味とかにしようかなちょ、意ってあんのかな意、意味、意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 あ,あるな味、味、味もあるな。理由、理由。題にしましょうか題、題、題あるか ないね、にしましまょう、まあ、これねあの堀江さんがね大学に行く意味ない発言,発言のクソリップが多いので解説しますっていうのが久保さんの動画が終わった後再生されてそうまあ確かにね僕はあの,あの意味ないなって僕も思いますね、まあ、どういう意味で意味がないかっていうとじゃ大学を大学を行ったから その後の社会人生活というか、その後の就職、まあなんだろうな、大学に行ったから必ずその就職がうまくいくっていう意味はないと思いますね。うん、なんかその将来のため、しゃなんだろうな、うん、大学に行ったら人生があのし社会人、就職良くなるとかね。 あのいいし会社に就職できるとかっていう意味はあんまないかなって思いますねただあのなんだ友達と遊んだりとか何かいろんな思い出はあったかなと思いますでまあなんだろうな要は堀江さんと意味がないことを人生でしちゃいけないんですかっていう もうそもそも論ですね <laughs>。いや、意味ないこともしちゃうじゃんみたいな。うん。いや、意味ないことも、まあしょ、うんまあ、するのも人間だし。でも、意味ないことでも、うん、意味がなかったかもしれないけど、その意味をどう見いだすかっていう人生を遅れてるか遅れてないかですよね。うん。 まあ何が正しくてね、何が正解なのかっていうのは分かんないんで、うーん、なんか、合理的主義。なんか合理的主義とかもありますけど、全部が合理的じゃないといけないのかと。じゃあ全部ロボットに、じゃあなんかあの、ロボットホテルか。ロボットホテルとかもあって合理的ですよね。だけど、なんか人間味がないというか。 どうすかね全部合理的が正解だったら、なんかあの、人間味な,いなくなっちゃうかもしれないですよね。うん。温かみとかやね。うん。だからその接客業もね、あの、そう。なんか、ああ、そう、久保さん、なんかありますあのね、あの、僕ねあ、あの、後楽園ですよ。後楽園で、なんかね、 あのさ最近だったかななんか行楽園に行ったんですよ寄ったことがあってなんかね注文したらロボットが来るんですよロボットがロボットがラーメンを持ってくるんですねこうすごいなと思ったんですけど時代だなと思いましたしでもなんかなんか寂しいですよあれ <laughs> まあ確かに <laughs> 確かになんかじ あなんかすごいなと思うところもあるけどもなんか寂しかったですね無機質というかまあロボットもどんどん進化してその無機質からねなんか有機質というか人間味というか温かみというかねこうなってくるのか分かんないですけどうーん何なんですかねなんかその志村動物園とかなんかそのなんかあた命の温かみというかね うん、その動物園とかもあれじゃないですか合理的ですかあれなんか合理的なのかな動物園行ってもなんか意味あんのかなみたいなね <laughs> うん人生において動物園必要かっていうね人生において動物園って必要かなとあんまあれですよねでもなんかほっこりしません ああなんだろうな。うん。人生いろいろ、いろいろですよね。うん。そう。だからその、どういうその前提条件とか、どういうふうにその、まあ僕これね、あの、今四十九秒までしかちょっと見てないんでわかんないですけど、堀江さんのこの動画。うん。まあいろいろの解釈の仕方いろいろありますね。 うんまあとりあえずとりあえずやればいいんですか <laughs> 僕はあの,やあのとりあえずやってるんであのなんだあのこれからもやるから、まあ、人とは違う人生を送れるかなとは思いますねうんそれは分かってるからですねまあ、久保さんの動画でもありましたけど 10年なんかやったらね、それなんか、なんか、なんかあるじゃないですか。それ分かってますよね。僕もわ、分かってるんですよ。未来のことは分からないけど分かってるんですよ。めちゃくちゃやれば変えられるっていうのは分かってるんですよ。でも未来は分かんないです。でも分かってることがあるんですよ。やりまくれば、人の100倍やれば、少なくてもなんかなるぞっていうのは分かるんですよ。どうすかそれは分からないですか嘘ですか詐欺ですか 人の100倍やったとして何かそのスキルアップするとかそれはできないと思いますが僕は思わないですね人の100倍やってね1万倍やってねあの人よりスキルがつかないあり得ないと僕は思いますねやればやっただけあのその成長は見えないかもしれないしその成長は紙切れ1枚の 0. 何ミリかもしれないですけど必ず僕は スキルアップしてると思うし、やればやった分だけね。でもその成長のスピードは人それぞれ違うので、またこれもわかんないんですけど、でも100万倍レベルまでやったらどうすかね。うん、これ考えればわかると思うんですけどね、どう考えても。未来のことは予測できますよ。いってらっしゃい。